荷物を置いてきたんで、はい、まだ向こうから僕らは見えません。でピンを打ち返すとあんだけの荷物を持ってます。お、すごいいっぱいある、世界中の人をサムから奪われた荷物と取り返しに行っています。自分も取られるとあっこに行きます。で、ひどい時は靴まで取られます。はい、ちょっとこうステルスなんであそこにミュールいますよ、ね、危ない、はい、で縄を使うゲームです。で縄でちょっと気づかれないように背後からすごい人数いるんでね、ここは、はい、ちょっとゆっくり行きますね。ロープで、であの上のやつがさっき置いた荷物ですね。でこれで拘束して倒す。であの荷物も持って行ってもいいんですけど、まあ、ちょっと置いておきましょうか、はい、で彼らもロッカー持ってまして、ここにいろんな荷物がここに入ってるんですよ。世界中のサムさんから取ってきた。でこれをハッキングして中覗いてみましょうかね。でこれでいくと、リュウさんが持ってたスピードスケルトン、速くなるやつ、これを履き替えましょう。パワーからスケルトンに。なるほど。でこれボーラガンという縄の武器ですね。これも、ツールにハンガーにかけて、で今持ってた、パワースケルトン重たいんで、はい、ちょっと置いていきます。置いていくと世界の人が使えるんだ。なるほどなるほど、はい、で今155キロしか持ってないですけどスピードが上がります。移動が早い、はい、だから逃げようとして来ましたね。ちょっと見つかりましたんで、やばいですね。逃げましょう。であいつらね、あの荷物、まあ、怒ってますから、荷物取ったんで。そうですよね。槍で襲ってくるんですよ。あれしびれると気絶するんで、まあ、全部持っていかれます。でボーラガン であれ取り持ち、スティッキーガンっていう荷物を、取り持ちみたいに取られるやつなんで気をつけて。結構人数いるな、はい、そうですね。ちょっともう逃げた方がいいですね、はい、でスピードスケルトンで、はい、ちょっともう仕方がなくで荷物を取って投げたりできますけど荷物は壊れるんで人の荷物でやりましょう、はい、自分のではなく、はいはい、でスピードスケルトンちょっと車を奪いたいんでちょっとミュール降りろと。降りなさい、ごめんなさい、はい、で乗ります。ただこれで荷物は運べますけどちょっとボロボロなんであんまりおすすめできません。あの後々ブリッジスの正式の、トラックとか手に入るんでそれで運んでください。はい、結構いっぱいいますんでちょっとやばいですよこれ。捕まったらな靴まで取られますから、はい、あやばい、これもうちょっと逃げるしかないんで、まあ、スピードスケルトンなんで多分大丈夫です、ものすごく速いんで危な、まあ、これ逃げ切れるんですけど、あやばいです、はい、危ない、はいはい、やばいやばい。なんですけどねちょっとクレバスがあってちょっともうどうしようもない、やばい、来てる。これこけたらもう捕まってしまいます。バランス取ります。でスピードスケルトンで大ジャンプと、はい、でもうひたすら逃げます。怖いんで。でそこの赤いボールがあるじゃないですか、あれが彼らのテリトリーなんで、あこから出たらまあ追ってこないです。へー、なんですけどもうバッテリーが切れてスピードスケルトン赤いですよね。あ、本当だ。残念ながらもうちょっと使えないんで使い切っちゃった。で今これトリハドが立ちまして、あのおかんですね、はいはいはい、もう近くにいる BT がいる。見えないけど、はい、見えないですよ。であれはこれあのフラジャイルが食べてた虫、これを食べると血が増えます。食べてんすか。で、まあ、食べてお腹いっぱいやったらポケットに入れます。で今雨が黒くなってレンズの水滴上がってますよ ね、 上に。この時はもういます、で見えないんで、はい、脳死母とつながっているのが BB なんですよ。 BB はあの世とつながってるんで、はい、この世と自分がつながることで見えないものの位置が分かります。でこれがオデラデグというセンサーです。昔パタパタと言ってましたけど、これで BB がいるからできたんですけど、奴らがいるぞと反応してる、はい、であれの動きとあれでほあの距離と方向分かるんで、 BB だいぶ怖がってますよ ね、 そうですね。でストレス溜まると使えなくなるんで適当に合わせたりしないといけないんですけど、でここからちょっと怖いですよ。あのオデラデグの動き見といてくださいね。もう近くにいますよ、ね、こっちに。で、だんだん近
近くにいる、結構近いで止まると見えます、動くと消えます。で彼ら BT のゲイザーって言うんですけど、彼らもサムと一緒で人間のことは見えないんですよ。気配で、音と気配で分かるんで、なるべく音を立てず息を殺していきます。で血液パックがあるのでこれを回収して、で先ほどボーラガンって使ってましたよね、はい、あれにサムの血液を混ぜると結構武器になるんで、それをちょっと使います。倒すことはできないんですけど拘束はできます。これでサムの血液が入った縄がこれで拘束、一定時間拘束できます。で、動くと見えなくなる、止まると見えます。はい、ちょっと怖いんでこれで、あ、見つかってしまいました。子供のビー、あのゲイザーですね。見つかると早い早い、だからタールからハンターというのが出てきて捕まります。これ荷物いっぱい持ってると結構すぐ倒されるんですけど、ここで振り払いながら進むんですけど、まあ、やばい、人数が来るとやばい。でここで倒されると連れて行かれます。でこの先にいるやつがやばいんです。キャッチャーっていうモンスター、いろんな種類があるんですけど、はい、こいつがですね、これが半物質なんでこいつに食われるとボイルアウトしてクレーターになります。街がなくなってしまいます。なんで、まあ、タールに足を取られてますけど、なんでこういう浮遊物に乗って逃げてもいいんですけどね。ちょっと今もらった BT 兵器を試してみましょう。これサムの血液が入ったグレネードですね。近い近い、はい、ちょっとやばいですよ、逃げない、はい、でこれを結構効いています、ほら、サムの血液ですね、これ効いてます効いてます。でちょっと荷物を切り離して置いておきますね。あ、おー危ない、はい、で血液グレネードで投げます。はい、効いてます効いてます。これ雑魚ですから、これ一番弱い雑魚です。はい、はい、やばいですやばいです、はい、効いてます効いてます。で、なくなったんで、ま、側をゴミを置いていきます。はい、やばいですね。でもう一個持ってきたの支給品ですね。血液グレネード、はい、投げて効いてます効いてます。近いな、はい、効いてますよ。はい、効いてます、はい、弱ってる弱ってる、はい。で、まあ、こういうところで戦った方が足元がねタールだと取られるんで、で、お寺テグが今十字になってますよね、はい、あれの十字の方向でどこにいるか大体見当がつきます。あっちに、あ、そこ見て判断するんですね。で潜りました。でどこにいるかな、後ろ、うん、で沈めてくるんで、このままいくと沈むんで飛び移って、なるべく浮いてるところで戦った方がいいですけど、なんか出してる、やばいですよ。でちょっとグレネードでやっつけましょうか。はい、効いてます効いてます。雑魚ですけどねこれ、はい、効いてますよ。あ、でも減ってなんですけど、もう武器持ってきた武器ないです。どうすんのという時にコミュニケーションボタン助けを呼びます。で、ね、オンラインでつながってる人たちが助けに行ってくれます。見てくださいね、あそこに一人白い サムいますね。あの人、これはユキコさ ん、 なんか、はい、グレネードをもらったりで、ハンドガンですね、チャージ式ハンドガンもらいました。ネットでつながってる別のサムです、あれ。ユキコさんまた来ました、血液パックくれました。すごい、でこれいいねも開けてください、開けてください。あ、ジョンが応援してますね、ほら応援もあるんですね、応援します、はい。一人じゃないでしょ、一人で戦ってるんですけど、一人で戦ってますけど一人じゃない。これがスタランドなんですけど、はい、でまだちょっと倒せないといけないんですけど、でキャッチャー、これ四つ合わせ、いろんなタイプがいますんで、これ四つ合わせで出してみてください。でももうちょっと、はい、もうちょっとですね。うひー、はい、こういうのが嫌な人は、BT がいないとこ通ったらいいんですけど、やばいです、はい、でこれはサムの老廃物です。シャワーした後の
水です。まあ、動きが遅くなります。でこれゆきこさんにもらったチャージガンで血を溜めて撃ちました。はい、おお倒れましたね。雑魚ですけどねこれね。倒せた、はい、倒しました。はい、であれ帰らぬ決勝なんでご褒美、うん、助けがなきゃ、はい、倒せなかったですね。いやそんなこともないんですけど。本当ですか、はい、で今 BB も喜んでます。あ、本当だ。タールまみれヘロヘロサム BB めっちゃ喜んでます、はい、カニが浮いてます。